サイズ。サイズ。はい。さあ、クリスタルスタイル。はい。どこにもない今までと違う。誰もやらなかったやり方や見方がクリスタルスタイル。いろいろな概念を壊して、誰もが自分の気持ちで参加する場所を作っていきます。クリスタルもその一つです。自分のできることを出し惜しみなく使って、自分の役割を見つけることが自分を知る初めの一歩です。さあ、今ね、ニャーナがたまたま、うん、本人もそんなつもりじゃなかったんだろうけど、うん、チャレンジすることに決定したから。本番中に。でもね、今日話そうと思っていたクリスタルスタイルの一つに、最初は例えばコンシェルジュさんとかいろんなね、ちょっと参加することでクリスタルが入って、ね、はい、参加するじゃない、うん、だけどまあコンシェルジュさんを経験していくとコーナーさんになっていて、うん、いずれはまあ全員じゃないけれども、はい、番組を持つような形になっていく、うん、でコーナーも本当に、いろんなコーナーをやってみていくことで、うん、すごく勉強にもなるし経験積んで意外な自分が出てきたり ね、うん、そうね。そしてさっきはニャーナがね、みちゃんと対決しなくちゃいけない試練だわ、ね、だけど私たちも実はミッチーナは一番自分の苦手な女子力アップの番組を担当してるわけ、うん、ね、これは面白おかしく言ってるんだけど本当はすごく大変本当にもう女子の人たちが本当にもう存在するだけで女子力を持った人たちが次々プロフェッショナルの人が来て目の前でその人たちを束ねてその人たちの魅力を引き出していかなくちゃいけない本人が一番女子力低いっていうところだけど本人も覚悟してるし、これは私の修行の場としてやってるわけね。で私はビジネスの番組を担当してるわけ、ね、最も苦手ないらないとしてきたところで、まあ、だけどそこで自分スタイルでをやっていくんだけど、ただ真逆になったらすごく楽で何の苦労もないのよね、うんうん、だけどあえてもうそこは分かっているのでむしろできないところを飛び込もうというところで、また半年後に交代してたらごめんなさいとか特権使いましたみたいな何事もなかったりとかしてね、知らんぷりしてね、知らんぷりして、うん、得意分野をやりましょうやっぱりとかやるかもしれないけど、でもそういうチャレンジって大人になってからなかなかできないからね、うんと、そうですよね、うん、やれるチャンスがあったらやったらやるし、場があるってのは本当にチャンスだと思うよ ね、うん、リリーだってもともと子供の時にラジオが好きでって言って、だけどまさか自分がこういう立場になるなんて思わない、全然これっぽっちも思わないって言いましたから ね、うん、だけど好きなこと音楽を紹介するっていうところがやっぱり自分の得意でやりたかったことで、はい、そこに集中していくもんね、そうですね、うん、いつしかね、でゲスト紹介してるとかさ、どっちかって言ったら苦手だったけど、はい、やらなくちゃいけなくなってね、そうですね、っていうか喋る苦手なんだなって気づきましたしねそもそもねそっからですからね、本当にそれでだけど自分を知るきっかけじゃないですか、はい、結局ね、はい、そうでしたね、できると、あ、そうよね、みんな大体ラジオぐらい簡単にできると思ってやってきたみたいだからね私は似合うとね、ダメだよ、パパってね、やってごらんなさいよみたいな感じでね、申し訳ございませんでしたよね、いや、松葉が痛い目にあってわかるわ、ね、本当にで、経験してきた人はすごく優しくね、長いエールのね、うん、メールをしてパパは泣いてたよね、ありがとうってね、そこはね、やってきた人だからわかることっていうのもあって ね、うん、から伝えていくのもきっと私のお役目かなって思うね、うん、自分でやってきたこと言えばいいんだもん、そうそんなことで驚かないよとかねそんなの大丈夫だよとかね最初から必ずみんな言うんだよね、このぐらい大丈夫さって思って始めたらだいたいそのちょっと潰すからねぺちゃんこにしてから
薄っぺらいですよそういう顔してきますもんね、大体ね。面白いよね、お任せくださいぐらいね。そう、大丈夫ですよ。でここに、ね、来た途端ね、あわわわ何やってるか分かんない。あそこを見るの楽しみよね。へ、やってごらんって何かあったら助けてあげるからって言ったら助けないさそっから始まるんだよね。そうそう、そう、だから私がそういう場所を作っていくさ。うん、ほんとほんと。だからで一人ばっかりやってるから、ほら自分にも来ちゃったよって感じそれ拒絶するわけにいかないからね、うん、あーやりますみたいなね、うん、やっておりますよ。頑張ろうね。ね本性が慰めてそう、だからみんなそんなチャンスがあったらぜひ飛び込んでやってみてください。できたりできなかったりどっちでもいいと思うのね。できなかったらできない自分に気づくと思うし、やんないよりは何でも手を挙げてやったらいいと思います。はい、はい、そんなことがクリスタルスタイルでございます。うん、はい、じゃあ今日はまたエンディングに参りたいと思います。今日もお疲れ様でしたね。はい、はい。